この BGM やめろよ、一生懸命演奏してんだよ演奏しねえよはい、こんばんは、クロマさんこんばんは、チェンさんこんばんは、こんばんは、アイマルおはよう。もう京都ですよ、もうリプでは言わんかったけど、相方ふみちゃんだった思った通り、あ、嘘、マジでだったでこれじゃん、タイタイタイ分けてるからね。みんなはまだ名古屋なんだろ。名古屋もちょっと痛かったな、正直。めいちゃん、たこちゃん、いや名古屋だって一瞬だって通り過ぎてたもん一泊だと思わんかったもんね。本当にあの最初部屋決めした時に、あ、まいちゃんと2泊かって思ってたのよ、うん、そしたら全然一泊だった、ね、全然一泊だった。ジュリアジュリアって言ってた、ジュリアとなる時は病だよ病だからだった。なんか昨日チワワの話してたんでしょ。うん、そう、これは言えないチワワの話して爆笑して寝たらしいよ、うん、意味は分からん。最後の曲はチワワ、チワワとキキキリングの話した。メイはまいちゃんと、うん、なんか本当にローテーション、ローテーション2人とも眠くて、いやなんかもう声なんかなんだろう、多分2人とも多分喋るとが普段そうなんだと思う、うん、ああまあそれはそうだよね。でもマイカがずっとすっぴんは見せられないって言ってた、うん、なんで初めて見せるのがメイさんだなんてっつってずっとマスクしてた。やば、もう でもメイ薄いマイカの方が好きだからさ、あとでマイカのさ部屋にすっぴんで突撃しよう誰とくメイさんのすっぴんなんでそんな綺麗なんですかっていつもなんかね褒めてくれるの、ね、上手だよね。テンチムさんぐらい、ちょテンチムさんぐらいめっちゃ持ち上げてくれんねんなんだってこんばんは、ピーさんおすすめたらこんばんは、くぼちこんばんは、たまさんこんばんは、うまさんこんばんは、メイとフミの部屋うるさそうそんなことないよ、うちら多分ね超静かだよ、うん、MC が喋るだけだよ。そう、普段うるさいだけでね、普段はね、あ、普段喋るだけで日頃はそこまで、うん、ゆったんこんばんざい、また可愛い、今日ついん、違う、三つ編みちゃんに見えるでしょ、これは三つ編みで三つ編みをしてるから九つ編みです。ここのつ編みちゃん、みけんたんこんばんざい、まだ名古屋、そうみんな絶対名古屋だと、そうちょいちょいねあのプレゼントいただいてありがとうございます、思うんですけど名古屋、名古屋のお土産買えなかったの結構、いや本当よ、泣いてる。 YouTube 見ててずっといたから、名古屋の Twitter 見てないし、あららら、名古屋のご飯食べてないなら京都の帰りにまたおいでだってちょっと待って、みけんさんが名古屋なのは車出せないからどういうこと、え、混んでんの、そういうこと、でも混んでたよねやっぱ、うん、高速超混んでた、理解したもんね、一般道高速マジ混んでました、びっくりした。どうした、明日5時半に起きれんかったら京都行けんからすまん、先に言っとく、いやそれ起きて、あんちゃんの言葉を借りるとぶっ飛ばすぞ、ぶっ飛ばすぞです、ぶっ飛ばすバケンだからそれダメだもん、寝よう、ぶっ飛ばすさっきぶっ殺す、やべえ、何言った、さっきエコータ、あ、でいいよ、さっきちょよくないしぶっ殺すぞあんちゃんって言っちゃった、あんが普段言ってるみたいな、あ、言ってないですよ、本当に言ってないですよ、バイバイ、あ、びっくりした、ピゴお疲れちゃう、お疲れちゃう、ふみオンオフの差がやべえからねって言われてる、誰誰、え、じっくんに、え、ないよじっくんは何をしてんの、あっちの配信全く来んない、来たことある、うん、ジェイって名前、めいちゃん、めいちゃん、ヘイチさんごめんない、ガチで真面目な語り配信ですね、いやそんなね真面目な配信シーンよ、うちらぶっ殺すって言ったのあんの、しかもあん巻き添えだよ今の、ごめんあんちゃん、三つ編みならぬ九つ編みのおさげに白のブラウスを一番上まで留めてる、そう、このブラウスは一番上まで留めないと可愛くないんですよ、あと1時間で修理が終われば25時には手元に着くはず、え、壊れたの、え、ってことなのかな、かもしれない、あと1時間で修理が終われば25時には京都に着くって言ってるから、はマジで、めっちゃ残念、殴れやほー、大丈夫かいね、名古屋飯食べたかった正直、でもねお母さんが天むすくれたから天むす食べました、ぶっ飛ばされるの、ぶっ飛ばしたんじゃないよ、今やばかった、ぶっ殺すって言ったもん今ぶっ飛ばされたくないから名古屋おるわって言われた、ダメだよおいで、来ないとぶっ飛ばすよ逆に、確かに、メイがね、ホークくん、コメちゃん、コメちゃん、スコーピオさんこんばんは、こんばんは、久しぶりに個人配信見てありがとう、メイタンヤッホーこんばんは、あーさこんばんは、さっきフミがずっと隣の部屋のカードメイクします、隣の部屋のを施錠しようと思って、こうやってあの解除しようと思ってずっと
カードキーを隣の部屋にくっつけて、でふみにめいも全然気づかなくて、うん、え鍵壊れてんのとかいう話してたら全然違う部屋だったって、隣の部屋ずっとそりゃあかんよねって、うん、ずっと隣の部屋こうやってやったわ、えそっちの鍵壊れてる出す自分のとか言って、うん、やったけど、そしたら部屋番見たら違うかった、偶数なのに奇数でずっとこう部屋でずっと、ちょっとわと思って、ね、楽しいことしてます。え壊れたのは車じゃなくて立体駐車機の扉、まあ、私頑張るよ、ありがとう、マジで名古屋楽しみにする、そんなことってあるんだね、ちょっとこよ26日配信チケット買ったお、ありがとう、配信チケありがとう、ちなみにあさっての京都ファンジェで久しぶりに、おおスコーピオさん会えるの、めっちゃ嬉しいな、うれしぴょん、うれしぴょんリトルキッスさん、はじめまして、リトルキッスして結構リアルじゃないこれ超リアル、今日も楽しかった、ありがとう、また明日、ありがとうタコちゃん、絶対起きてちゃんと5時半に、かわいい、絶対だよ、約束、会いに来てくれてありがとね、気をつけてくるんだよ京都に、誰かプロの人名前教えて、アモちゃんこんばんは、ライブお疲れ様でした、あ鬼滅はね、ファンの方にいただいた、出た鬼滅、正直僕を連れて進め、車でグレンゲが流れるとアビコさんをはじめフミの歌じゃん、アミだって歌ってねえしCD リサさんだしやばいよ、 TikTok の曲しか流れないね、言ってたね、あのあれだよね、確か日本の多分ベスト、そうジャパンベストかを流してて、アビコさんが車の中で、うん、で毎回なんか毎なんか遠征のたびに変わるじゃないですか、うん、今マジ TikTok の曲ばっか、 TikTok ってでかいね、世界流れるたびにメイがずっとフミにこれ TikTok だよって言ってて、なんか倒れちゃったけど、推しきた、そう炭治郎、炭治郎、炭治郎推しなの、そうだよ、珍くない、あの兄弟推しなの、あ、ねずこちゃんと、ねずこちゃん、そうやばい、もう一人誰、名前わかんないよ、黒い人スリジロ、ちょっとさ王子さんに似てない、てマジ言おうかもやった本当に王子くん、王子さんに似てる、頭が王子くん、めっちゃ王子さんだった、だこれ誰ですか、知ってます、このキャラクター知ってる人いますか、品津川さんだ、誰、品津川さんなの、誰、ってかあるんじゃないの、そのセット、あ、ね、あるんだけどね、名称略やば、しかも顔、顔ね、ゆるい、あ、かわいい、これはもう秒で作る、何作る、これ、あ、じゃあ東海カバンにつけよう、あ、東海カバン使ってるよ、しのぶちゃんは覚えましたよ、胡蝶さんね、ゆさわらが、うん、あの使ったワックスの色だから、そうかそうか、鬼滅見たことないです、ハオヤホハロイ、京都行けんかったら無料配信読めます、なんでやなんでやなんでやねん、初めてライブ見てくれるのめちゃくちゃ嬉しい、ありがとう、明日 YouTube でぜひ、明日 YouTube でね、京都のライブ無料で配信されるのでぜひ見に来てください、そうだから京都の部屋はふみと3泊するんですよ、ふみと3泊するんですよ、遊びに行ってた、どこ行く、ユニバ、ユニバ行きたいね、行きたいな、ずっと行ってるうちら、リコタンもユニバ行きたい、ディズニーも行きたい、明日見れるかも、お、明日無料だよ、無料、ただより安いものはないんで、ぜひ見に来てください、いやただって結構でかいからね、なかなかこういうきっかけがないとやっぱさ、いやアイドルライブジャパンありがとうだよね、ほんとにすごいと思う、いやだって一回有料になった時期だってあったわけじゃん、うん、なのに無料になったっていうこのすごいよね、今いいです炭治郎の同期ね、日向川さんだねイラストがゆる川になってるから、名古屋市食べ物といえば中尾食べた、三泊か、三泊ですね、それも朝定食美味しかったよ納豆、うん、美味しかった、オクラめちゃくちゃ美味しかった、26日はお昼だけ買ったの、そうなの、あマジ、もう全然どっちだけでも両方でもいいんで、アーカイブがね数日間残るので、あのその当日見れなくてもアーカイブ見れるんでぜひ見てね、やばいよね、おふみさんこんばんは、改めて今日は夜は調整中、おさっきのふみのやつ
品津川玄也、品津川玄也さん、品津川さん全然読めんやん、品津川玄也さん。ねえ、もう今の時点でキャラクターが多いからついていけなさそうよ ね。でもそんなこと言っといて結局好きになったら覚えるんよね、うん、それはそう。してよ、あの8つの柱、あ、すごいじゃん。恋柱が、それはピンクの子でしょ、これこれ胸の中に胸子ちゃん、胸子ちゃん、そう、おっぱい、なるほど、ね、おっぱい大きいキャラクターや、なるほどね。雑にダメだよ、鬼滅今すごいから、こんな適当な発言したらほんと叩かれるで。私もね、あのかじってしかないから、ゆみちゃんに怒られちゃう。え、でもめっちゃ見てたよね一時期、あのだって3日で全部見たもん。あれです、あの私たちにとっての自粛期間に、うん、ずっと見て、あの朝まで寝ないで鬼滅してんの、鬼滅見てた、鬼滅見ながら電車帰ったいたわそういう人。そう、そういう人なんだよ、ちアーカイブっていうのは、あの配信日が終わっても録画みたいな状態でずっと残ってるんですよ。で今回は数日間だけその録もう一回見れちゃうみたいな、うん、なんだろう、なんて言って、アーカイブって言って、アーカイブはだから配信された内容がそのまま数日見続けれる、でワンマンライブを何回も見れちゃうってことで、そう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 、だからもう巻き戻したりスクショしたりできる。あ、いいね。うん、画面録画ができないかもしれないけど、まあ音が多分消えちゃったりとかすると思う。鬼滅って巨人が、よしぽん、こんばんだい、こんばんだい、よしぽん、マリア、それはそう、漢字甘露寺みつりちゃん、そう、みつりちゃんはおっぱいが、おっぱいしてる、あ、あのマリア、マリアがやってたやつか、みんながずっと触ってたやつあれはあのゆえみちゃんが好きな子は、ゆえみ何やってたっけ、あの黄色い子、男の子、ちょっとピ ピュンみたいな子、あ、全然名前出てこない、やばい、あいつ友達なんかピュンみたいな子、三角形のさ、なんだっけ、善一くん、そう、その子は善一柱くんは柱じゃない、ダチ、あ、お友達なんだ、炭治郎のお友達なんだ、トカレと所沢市を今回はお世話になりました。本当に楽しかったです。こちらこそありがとうございました。会いに来てくれて。今日まで名古屋遠征。とても楽しかった。名古屋でのライブでございます。じゃあ夜も買う。ぜひぜひ。京都です。ゲットしてね。京都誰？あがつ。育ち。まあ善一くん。その子のね、あのワックスもエサラ持ってるんですよ。ごめんね、京都。つけたことないけど。はしたい。するかない。こがね、そう、ダチの同期の。星水さん、こんばんだい。おふみ、煉獄さんも好きだ、仮想研の花の舞台って京都なんだ。そう、煉獄さんのね、部屋から知らなかった。そう、今日ファンの方々がみんなあの鬼滅のワックス使っててびっくりした。あ、すごかった。最初パリピ集団かと思ったら、え、めっちゃ髪染めたの、うん、この1日でって思って、いろんな色つけてたね。相変わらずどこにいてもふみちゃんは賑やかですね。そうそうなのよ。逆に嫌じゃない。だからね、3日間終わったら2人とも口取れてるかもしれない、喋りすぎてでジュリアでさえすっごい喋ってる気になって、だってめっちゃ言っていい、うん、メイとマイカの部屋一番端だったんだけど、うん、あのみんなのいる部屋の中で、うん、マジね、あゆみとその2人の笑い声こっちも聞こえてたから。あゆちゃんやばいね。聞こえてたよ。でも隣だからじゃない。でもあんた、あなたたちの声もうちの部屋に届いてたのよ。ちっちゃくしちゃったよ一応。いやでも聞こえてた、聞こえてたバレちゃった。全然聞こえてたよ、びっくりするもん。なんか笑いすぎて泣いてたもん、二人でブイブイの、なんかやばいやばい笑いすぎてでも結構みんなね、頭湧いてきてるからね、大変ですよ。そういえば配信でしおこ以外の声、確かにいつもしおこの声ね。善一くんはおしめ、人気な子なんだね。あれみたいだよね、あの善一くんって、あの手越しみたい。違う違う、あの手越しみたいな、アルミン進撃の巨人のさ、金髪の子に似てるよね。なんかちょっとピエンみたいな感じが、可愛い系だよ。あー、なんかそんな感じ、ちょっとひょろってしてる。そう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 。でも本当は強いんだよね。へえ、いいじゃん。同じフロアのか、あ、でもフロアの GTR さん、こんばんだい、こんばんだい。26日楽しみすぎて浮き足が立ってる。本当にあの正直言うとまだワンマンライブ何も完成してないんですけど、でもめちゃめちゃ楽しいライブになるっていうことだけは約束されてるから楽しみにしててほしい。あの遠征終わったら私たちが頑張ればいい話なので、それはいや本当に頑張る期間だよね。
頑張りマックス。いろんなこう部門のものをやるんですけど、いろんな部門のことが一部ずつしかできない。そうそうそう、あの完成したブロックゼロ。ゼロ、もうつまんでるだけだよ全部。あ、でも完成したの1個ありますよ。あー、そっか。あの、うん、1個だけあるんですよ。うん、もしますか、うん、今日ね、YouTube にね、動画上がってた予告映像の上がってたから、予告映像だけ完成します。出た、そうだ。全然知らなかった。少しずつ決まってきてるけどさ、まだ変わる可能性だって、まだ、はい、まだまああると思うから、ね、怖いよね。いや、ほんと怖いよ。本当に頑張ってください。怖いよ、頑張るね。みーちゃんと会えないのが寂しい。いや本当にね、もうできることならもう日本全国本当飛んでって、うん、みんなに会いに行きたいんだよ。頑張るね本当に。もうこればかりはね、バンダイジャパンが頑張ったら、うん、きっと47都道府県ツアーやりたいな。全員で、うん、小芝居は何の小芝居。全員でやりたいんですよ。だからできるように頑張ります。444何の小芝居。待って待って、何何何、ビンゴ、めいふみ部屋、こんばんざい、こんばんざい、てんねん。いもじゃさんは復活しないですか。うちらはすごくしたよ。うちらは、うちらは復活を願ってる。うちら復活を願ってんだよ。従っちゃダメじゃん。そうだよ、なんでうちらがいもじゃできなきゃいけないの。うちらはせっかく新しい衣装もらったのに。そう、新しい衣装もやったし、頑張ったね、いろいろ。次会えるのがまた半年後やったら悲しいね。絶対でも直前に追加とかありえるからな、なんとも言えないわ。それは寂しいわ。半年後に会うとかすごい寂しいから、もう頼むからこの状況でいいから、ちょっとこっから悪化しないでほしいよね。15分経ってるよ、うちらでも。あ、じゃあもうそろそろ終わらないといけないやつだ。 Wi-Fi 使ってないから聞いて。やばやば。カレンさん、こんばんで、こんばんで、ありがとうございます。俺が会いに行ければいいんだけどね。まあでもどっちにしてももっと頑張ってね、みんなに会いに行きたいと思います。ということで、そろそろ終わります。またちょっと配信できる合間合間を見つけて個人ルームも動かしていきますので、よろしくお願いします。京都遠征、あと明日から残り2日間頑張りたいと思うので、応援よろしくお願いします。写真に戻ってジャージに裸足で戻ってきません。でもやりたいな、今ちゃんは。あつめいちゃんでした。ということで、以上バンダイジャパン石川県の連動師リーダーのエサにめいでした。バイバイ。ツイッター動かすんで見てください。結構リップ編してるので、ちょっと寝落ちる時あるけど、ちょっと首を長くして待ってて、ね、バイバイ。今日も可愛い、ありがとう。あつめいちゃん、めいちゃん大好き、ありがとう。めいも好きだよ。京都楽しみます。バイバーイ。